どうも、クリズンです。今回からね、また新しいゲームを実況していきたいと思います。バイオハザード5オルタナティブエディションをプレイしていきたいと思います。でね、今タチアンさんと一緒にデッドアイランドでね、コラボ実況をしてるんですけど、その第2弾っていうことでね、ある方とね、今回バイオハザード5を一緒にプレイしていきたいと思います。どうぞ。はい、こんにちは、キョコノアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。イエーイ。切り込みますよ。ね、切り込み隊長ですからね。はい、そうですよ。そう、はい、グーグー行きますね。本当はね、この前にムービーが流れてたんですけどね、それも一緒に流そうと思ったんですが、ちょっとね、ね、ムービーが途中で止まったりとかねして、ちょっと多分そのゲーム自体のCD に傷がついてると思うんですけどね、はい、なんでちょっとそこはね飛ばしていきたいと思います、はい、さあこれ全然覚えてないんですけど、あ、やられたんですか。一回一度このゲームが出た頃にね、うんうん、やりましたね。あ、はい、はい、キョコさんはやったんですけど、全然本当覚えてないです。あ、じゃあ一緒です。そう、ボタンも全然違いますよね、6と。あ、俺6やったことないんですよ。あ、そうなんですか。なんか全然違うんですよ。あ、そうなんですか。はい。だから覚えてないですね。もう、初見です。初見。お互い初見ですね。初見です。詐欺ですけど。いや、なんかちょっと酔うな。酔いますね。あ、こっちじゃないのか。あ、こっちか。これはね、はい、行き先を見るには、はい。あ、ムービーですね。この前の話も全然覚えてないんですよね、自分は。そうです。4とか3とか、うんうんうん、覚えてます？ 4 は、はい、レオンじゃなかったでしたっけ？あ、なんか村かなんかに。うん、村の、うん、はいはいはい。レオンがもう主人公のやつで、なんか、アシュリーかなんかっていう、こう、助けるみたいな感じだったと思うんですけど、アシュリーって、うん、ーっ女の子、女の子、なんか金髪の女の子でしたっけ、金髪のおかっぱみたいな。ああ、はいはいはい、あ、思い出してきた、うん、あ、こっちじゃない。こっちですよ。あれ、マップ、あ、これか、うん、はいはいはい、こっちですよ。あ、酔いますねこれ。ですよね。うん、おお、さすが切り込み隊長。これ話しかけますよね。近く。Good, you're both here. Come. そう、これは。キョコさんはこのゲームを最後にプレイしたのはいつ頃なんですか？だから発売して半年ぐらいは結構やり込んだんですよね。おー。はい。だから 3年、2年半ぐらいかな。3年ぐらい前？うん。2年半ぐらい前ですかね。すごいですね。でも半年間やり込んだって。いや、なんかコスチュームとかが出るじゃないですか、やり込むと。ああ、うん。でも私そんなに時間がないんで、皆さんみたいにこうがっつりね、
できる感じでもないんですよ。ああ、なるほど。あ、だから少しずつ、そうですね、半年やったっていう感じですね。これは何もよくわからないな。フルになっ、あ、オッケーです。オッケー。え？装備。装備できました？え？三角のボタンを押して、これ取れます？あ、三角。うん、アイテム取れました？あ、できましたね。え、この、ここに入っ、あ、なんか始まっちゃった。始まっちゃった。ここに入ってるやつ取れないですよね。取れないですね。うん、フルってなりました。うん、あ、そうそうそう、フルってなりましたね。なりました。なんですかね。この、この女の人、誰かに似てますね。シェバですか？シバ？シェバ、シェバ。シェバ、シェバ。美人ですよね。美人ですね、うん。グリズンさんってあれですか、はい、ちょっとラテン系が好きなんですか？あー、好き。好きかもしれない。可愛いですよね、このシェバ。うん、可愛いですね。ね、あの、なんだろう。あの、自分あれなんですよね。アリシア・キーズがすごい、はいはいはい、好きなんですよね。うんうん、だちょっとあの人もラテンっぽいちゃう。黒人だけじゃないですもんね。そうですね、うん。ちょっと白人さんも入ってる感じしますもんね。そう、綺麗な。うん、そうなんですよね。ちょっとそういう人好きかもしれないですね。うんうんうん、こういうなやつとかもどんどんあれしてくださいよ。アイテム。え？あれ？あ、と取れるとこがあるんですか？あの樽とかで全然あのナイフで壊していって取ってくださいね。ナイフ？はい、ナイフは L1 と四角で攻撃できます。あ、本当だ。はい、上見上げてる。え、なんでこれ？あ、これで。あ、もうなんか難しいな。L1 を押してさ、あの四角です。四角。おお、はい、あ、でもこの時って動けないんですね。歩けないんですね。あ、歩けませんね。はい、あ、なるほど。で、あのアイテムの箱とかあると銃弾使うともったいないんで、はい、それでやってください。わかりました。はい、いやー、もう心強いですね。え、何ですか？切り込み隊長。いえいえいえ、これこう調べるってなってます。うん、あ、その死体ですか。うん、さっき調べましたね。あ、はいはい、ここ行けないのか。ここ行けますよ。あ、行けるんすか。はい、おい。あ、本当だ。うん。で、あ、これやってください。アイテムの。さっきのナイフで。ん？あ、この樽ですか。その樽です。樽と箱があるんですけど。おお。で、取っていってください。あ、はい。いつも取れないってみんなが嘆いてるみんなが先に取っていくそうなんですよ、デッドアイランドでね。あのね、なんかもう俺がな人がいるからうおー、なんか聞こえる。いるか、走る。あ、走る、はい、あ、走る、バツ。いやー、なんか聞こえるな、声、うん、結構操作慣れをね、しないとまずちょっと、ね、そうですね、ちょっと、うん、あの、あれですよね、この先になんかバスがいっぱい止まってるとこに出ますよね、うん、なんか処刑するような場所に出ないですか、確か。忘れちゃった。だって2年半でしょ。ああ、そうですよね。うん、そうだ、俺そこら辺しか覚えてないですね。
なんか6より5の方が難しかった気がします。あ、そうなんですか。あ、大丈夫かな。まあでもね、切り込み隊長がいるんで。いや私はあれですよ、切り込み隊長の後に骨は拾ってくださいですから。そう、切り込むけどその後よろしくですから。わかりました。じゃあ、はい、骨は拾って海に流してください。あ、最後そんなんでいいんですか。いいですよ、あのもう迷惑かけたくないんで。なるほど。あ、これはこいつと戦う感じですか。はい、こいつと戦う感じです。え、なんだっけ、撃つのって。おなんかボタンが、あ、四角か、うん、あ、違う、間違う、うん、あれ終わっちゃったもん。あ、左スティックか。なんか合わせにくいですよね。合わせにくいっすね。R、 うん、お、 R1、 あ、どこどこ。あれ死んだ。あ、死んだ。え、出てない。あ、なんか銃の弾がもうない。あれ。あ、待って。え、難しいな。なんか操作が全然わからないです。あれですよね、だってなんか、うん、あ、死んだかもしれない。あ、やべ。なんか弾が全然ないんですよ。え、これ一応あれですよね、ノーマル、ノーマルです。ノーマルにしましたよね。あれ、これなんか右スティックで、うん、こう動かす癖があるから、左スティックでなんか難しいな、ね、右スティックで照準合わせれたらいいですけどね、左で合わすみたいな。そうですね、うんうん、え、これがバイオなんですか。いや、だからこれ違うんですよ。だからあの6は全然違うんですよ。あ、そうなんですか。はい、だからめっちゃ戸惑うんですよね。あ、開けろ。お、もう行っちゃったんですか。あ、はい。え、その部屋もなんか残ってました。いや、わかんないです。うん。ハンドガン取ろうと思って。リロード。あ、だ、あの、突っ込む癖があるんでね、弾がすぐなくなっちゃうんですよ。あ、だいぶした。はい、うん。あ、そっか。じゃあもうなくなったら、うん、ナイフで戦う感じですか。はい、ナイフ縛りで。すげえ。あとは逃げるか、ナイフです。あ、ここって行き止まりだ。はい、こっちじゃない。声だけはすごい聞こえますね、なんか。うん、あ、なんか始まった。なんかいっぱい出てきそうなんですけど。ないんですけど。もうちょっと。弾がない。やばいやばい。あ、来た来た。これ逃げますよ。あ、え、これを振り切るんですか。あ、振り切ってください。ついてきてください。はいはい、こっち。あれ、どこ。こっち、もう建物の方くるっと回って。あらららら、やばい、死ぬ。ちょっと待って。え、どこ。あ、いた。あ、俺、はいはい、あ、はいはい、あ、違うし、ね、こっちです。こっちついてきてください。こっち、うん、そっち細い通路行ってください。まっすぐ。はい、細い通路行ってくださいよ。はい、はいはい、ついてきてください。了解。はい、はい。おー、危ねもう速攻ヘルプでなってた。もう速攻死にそうになってる。ハーブ持ってたら、これ赤いハーブと。あ、さっきそういえば取りましたね、はい、ね、ちょっとハーブを。え、これで、組み合わせ、はい、おー、うん、できました。はい、で、ここは、あ、これ二人で開けるんですか。もう、ないじゃないですか、ハンドガンが。わ、気持ち悪い。あ、俺あと5発しかないですね。
調べる。ゼロ？ゼロ？反応がありますよ。いや、うん、あとちょっとしかないですよね。あ、俺が取っちゃった。あ、いいですよ。リロードしてください。リロード。L1 と×です。L じゃない、R。R1 と×。おぉ。やばい、これ練習しないと。そうですね。難しいですね。忘れ、ね、操作が忘れちゃって。なんかもういろんなゲームしてるとそこがちょっと、そうなんすよね、うん、ちょっとゲームやりすぎかもしんないねなんか並行してやるとやっぱなっちゃいますよね。なっちゃいますよね、うん、先どうぞ。あ、じゃあお先に、はい、だって、あ、見えなかったとかまた言われよく覚えてますね。覚えてますよ。見てますもん、ちゃんと。チェックしてね。皆さんのやつもチェックしてますよ。あれ、これ、今、残してくれたんですか、うん、いや、多分共有じゃないですかね。あ、そういうことっすか。あ、じゃあさっきの弾。あ、はい。すいません。何ですかクリスって。あ、言ってました？早くしろって。私、こっち音聞いてるんですよ。え、消えてる？音あんまり出せないんですよ、入っちゃうから。そうなんですか。はい、あ、すいません。あ、いいですよ、うん、ここ来ますね、敵が。あー、すごい聞こえる。なんかでもこうやってやってるとだんだん思い出してきますね。うん、うん、うん。確かいっぱい来るんですよね、建物に。そうそうそう。ゾンビじゃないですもんね、この人たちも。なんか危ないっすよね、でもあの人。無人なのになんか白い。白っぽい、うん、あ、これ怖いんですよ、この持ってるやつ。これがなかなか死なないんですよね。ショットガンとかでも死なないんですよ、ね、え、めっちゃ強いじゃないですかそれ、うん、え、あの武器使ってくるんですか。これこの人怖いんですよあのバイオハザードの映画でも出てきた、見たことあります。はいはいはい、一番新しいやつですよね。一番新しいやつかな。なんか一緒に倒すんですよ、あのクレアとアリスが、はい、あ、中島美嘉さんが出てきたやつですよね、うん、それもあれですよね、誰だっけ、エイダか、エイダが倒しますよね、はい、あ、そうですそうです。うん、そのあれですよ、ここ来るんですけど、これを動かすんですよね、先に。あ、はい、そうでした。ていうかすごいグラセフの癖で、あの走るときに罰を連打をしちゃうんです。聞こえてる聞こえてます、カタカタカタあ、押してるとやりすぎですよ、グラセフ毎日やってますからね、もうあの みんなが寝てるときにでしょ。そうそうそう、みんな寝てるときにこっそりやってます、ね。あ、リロードしちゃった。で、あの、このテレビの下とかの引き出しとかもアイテム入ってったりするんで。え、うん、テレビの下、テレビの下の引き出しとか棚のとことかも。あ、また連動して。はい。入ってるんで、あの、取ってくださいね。私も、あ、もう取っちゃいました。そうですね、もう空ですね。すいません。入ってきてますね。あ、本当だ。はい、